はい、ミマです、プロが選ぶリフォームランキング屋根材のコストパフォーマンスを徹底比較ということで、今回は初期費用ですね、最初に導入する費用の安い順の、ランキングをつけていきながら屋根材を説明していきたいと思います。それでは今回は第3位を発表したいと思います。第3位は瓦です。まあ、3位と言いましてもこれはあのコストパフォーマンスの安いもん順に並べてますので、決して瓦が劣っているわけではございません。やっぱり日本でもですね、瓦というのは1400年ぐらい歴史が続いています。飛鳥時代から改良に改良を重ねられてきた世界一の品質だと私は思っています。材料費と工事費を合わせた平米あたりの参考価格は8000円から1万円ぐらいという形になります。耐用年数はですね、非常に長いです。40年、50年、いろんな、まあ、釉薬瓦、粘土瓦とかね、いぐし瓦、素焼き瓦、いろんな瓦がありますけども、一般的には、かなり長い時間持ちます。メンテは基本あまりいりません。まあ、あのただですね、昔の、漆喰、そして土拭き、土を乗せて拭くやり方はやはりずれたり漆喰が落ちたりしますので、漆喰の詰め直しというのは必要です。まあ、これはあの今の、釘で留める耐震瓦とかね、そういうパターンの漆喰の部分はメンテが必要ですが、瓦自体はかなり長く持ちます。対し重さは約60キロと平米あたりの屋根の重さ、これガルバリウムが5キロから7キロですから、約10倍ぐらいの重さはあります。まあ、そういった、デメリットはあるんですけども、やはり和風の家には瓦というね、かっこよさもありますし、昔と違いまして土を乗せずに今は釘で留める瓦ですので、昔の瓦よりはだいぶ軽量になっております。はい、以上です。はい、屋根についてもっと詳しく知りたいという方は、ミマの運営する町の屋根屋さん八尾店にお越しください。ここでは、施工例ですとかね、屋根に関する知識のコンテンツを何百と揃えてあります。屋根材についてのもっと詳しい情報もこちらで知ることができます。ぜひご覧ください。